どうも、ベテレスパーサーがやっていきたいと思います。はい、本日はギガンド学園高校でセンターバック作っていきたいと思います。デッキの方は、マテウス、ナゴ、メッシ、アシト、コモリ、メイム、この6人でいこうかなと思っております。そしてね、サブアカの方はディフェンスプラス4のバッジ持ってませんので、パワープラス4、こちらを持ち込んでいきたいと思っております。はい、そして、センスまで引けてますね。うん。で、パワードリバーネックネコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、今日はね、パワープラス4持ち込んだ理由としまして、やっぱりね、ディフェンスプラス2、スピード1。まあ、これをなかなか便所足らなくてはいけないんですよ。それならばもうパワープラス4でいいんじゃないかと思いまして、今日はパワープラス4持ち込んでおります。そして、センス丸引けたということで、サブアカではまだ、センターバック、USS 作れてないんですよ。まあ、このチャンスをね、しっかりと活かせて USS 作っていきたいと思います。さすがにね、ここで作りたい。おお、そしてここが来た。ナイスですね。いいよ。センス丸もあって、しかも告白がね、ちゃんとギガリーグ前に来てくれたっていうね。最高のスタート切りました。さあ、うまいことをやっていきたいです。で、監督の評価上げてきますね。はい、では第1シーズン。おお、弱いとこばっかだな。59位、61位、62位か。まあ、62位相手にね、しっかりともう回復のこと取りたいかなという形でございます。はい、監督の評価上がっていきます。はい、マテウス。で、マテウスのコットが来てくれると助かりますね。マテウス、レートもいいな。レート行くか。レート行ってきます。ちょっと怪我が怖かった。はい。で、一人で。で、マテウスのコツ来てくんねえかな。あ、来た。おー、メインもいる。いいですね。はい、オッケー。で、持って、で、持ってマテウスね。はい、オッケーでーす。で、これ、マテウスが進んでいく前にちょっと嫌だな。できればね、できれば、マテウスはもうちょっと後で鉄人まで欲しいところ。はい、そしてオフェンス勝負。よかった。最後、メイムとアシト踏んでて、よかったですね。そして、これは、まあ、副将にアシトを持ってった方がいいのか。そうだね。アシトが強化されるんで。そして、できればここを完全勝利したいですね。回復のコツにはいただきたいんですよ、できれば。はい、ではこれで行きたいと思います。行きましょう。ハンドボール、オッケー。完全勝利ね。ナイスです。はい、いいですね。で、部員は、まあ。10人集まったからいいか。そして、メッシアシと踏んどきますね。はい。で、マテウスが早すぎる。さすがに早すぎるぞ。鉄人、欲しいんだけどな。まあ、スタミナとかパワーとかちょっと振っときますね。はい、そしてマテウス行くか。はい、マテウス行ってきます。で、マテウスのコツが来てほしいところ。で、ドリブラーのコツ。で、ここでデート行くのもありだね。はい、アシトが動いてきますね。で、デートかな。コツ来てないステートですね。はい。で、メッシが、メッシも早いな。ドリブルキング欲しいんだけどな。はい、そして、メイム。金徳の動き、やっぱりこの高校早いですね。で、マテウス行っときまーす。で、ここの2勝負、フィジカルかな。あ、オフェンス、あ、無理じゃん。完全勝利無理だ。あ、無理でしたね。残念。さすがに完全勝利無理だろうなぁ。まあ、でもワンチャンあるのか。相手弱いからね。ワンチャンあるな。はい。お、いけた!ラッキー!メイムかしとどっちか片方しか踏んでないのに、しかも1回。ありがたいですね、完全勝利。ナイスです。では、セク2やっていきましょう。1135。まあ、出だしとしては完璧でしょう。まあ、ちょっとイベントが進みすぎてる感じはありますが、まあ。で、メンタルいってきます。はい、マテウス、メイム。で、メッシも進んで、これドリブルキングとあれ無理だな。多分鉄人もらえないな。そして、メイムは成功させたい。メイムはしっかりと成功させたいんで、スピード上げよう。マテウスとメッシはね、まあ、確率が低いんで、まあ、しょうがないとしても。メイムだけは絶対。で、マテウス行ってきます。はい、オッケーね。で、回復、いいですね。はい、メイム、食い目ね。はい、そして、まあ、あげれるものをあげときます。で、コツ、メッシか、いっとくか。はい、OK です。で、次、デートですね。で、ナゴくんも進み出した。早いな。ナゴとメイムが並走されるのはちょっときつい。
で、メイム終了。ブレイブタックル。オッケー。ブレイブタックル成功ですね。じゃあ、もう、こっからディフェンス上げれる。こっからディフェンス上げれますね。まあ、スピード D で済んだのはありがたいね。はい、ディフェンス上げときまーす。はい、オッケーですね。で、デート行きます。はい、オッケーです。で、ギガリーグ、スピード。まあ、メッシ踏んだけどさ、踏んだけど、まあ、相手そんなに強くねえんだ。あー、そんな弱くもなかった。弱くもないから、完全勝利はちょっと厳しいか。でも、いけんじゃない?いける気もする。はい、行きましょう。完全勝利3連チャン。期待です。はい、オッケー。いいですね。ナイスです。はい、第1位。まあ、26万稼げてますね。満点です。まあ、ちょっと弱かったんで、ポイントは少ないですけどね、相手がね。はい、そしてこれは、猟犬取っときますね。もちろん猟犬でいきたいと思います。では、第2シーズンやっていきましょう。柔道部。柔道部か。はい、そして、名護、これはメンタルですね。名護は違うんだよなぁ。で、まあ、能力を上げれるだけ上げておきましょう。はい、そしてオフェンス、メイム。メイムか、メイムか、メイムか。微妙だな。はい、開けてきまーす。あ、待てです。あー、フィジカルか。名護来るならね、できれば、いや、空中戦が良かったですね。アイメッシュゾーンだけですね。で、足とも進んでいきます、福井部。はい、そしてこれはメンタルといきましょう。メッシね。メッシのコツはありがたい。助かります。で、名護くんがあと1回。なので、ディフェンスも上げないといけないなぁ。で、アシトも1回。うわ、やべえ。うわ、乾燥しまくりやん。乾燥しまくりなのはちょっときついなぁ。まあ、アシトは成功率高いからね、成功してもらった方がいいんだが。はい、コモリ行きましょう。はい。で、コモリもったいない。ここじゃないな、体力がいくね。はい、では、スピード、メッシ踏んだよ。メッシ、でも、コツ1回踏んだだけか。さすがに完全勝利は無理かな。ソフトボール部は結構強いからね。で、これ、アシトの、あー、無理か。まあ、アシト、そうか、アシトこれ行けば、一応強化されるんだけど、まあ、メインも、そうだな微妙なんだよなはい、能力を上げときます。まあ、完全勝利は無理ですね。完全勝利は無理ですけど、まあ、これでいきます。はい。76。まあまあまあ。まあ、完全勝利3連チャンしてたんで、まあ、問題はないと思う。はい、いいね。部員が集まっております。で、足と奪還もらっときます。はい、そしてね、まあ、オフェンス、ディフェンス上げといてって感じだね。マテウスが止まってくれてるのは助かるんだけども、メイム行ってきます。で、ワンチャンコでエクスプロージョン来ないか。そんなに部員がめちゃくちゃ多いわけじゃないからね。まあ、ある程度集まってるけどさ。64人だから、ある程度集まってるけど、これメッシ行ってきます。メッシのね、骨メンタルは結構助かる。うん、今回もう2、3回来てるからね。メッシか。デート行くのもありだけど、まあ、メッシか。でも、スピード勝負がありすぎるんだよな。はい、じゃあメッシ行っときます。はい、マテウス、福井部、終了です。スプリント。で、能力上げておきます。まあ、ディフェンス B までいたから、さすがに名護くんも成功してくれるでしょう。はい、で、カバマスください。カバマスが欲しい。お願いします。はい、オッケー。カバマスもらいました。いいですね。で、名護くん。さすがにこれは成功してほしい。鉄壁。はい、オッケー。いいですね。最近名護くんの成功率低かったんでよかったです。はい。美術部。ああ、まあ、メッシがいたからよかったけどさ。テクニックは珍しいですね。メイム行くのもありだな。これはメイム行くのありだな。進化するからな。強化されるから。はい、ではこれでいきます。まあ、完全勝利はちょっと厳しいのかな。まあ、足と言ったら多分確実にいけたけど、はい。ギリギリ無理でしたね。足とやったら多分完全勝利でした。まあ、でもこれはいいです。これは大丈夫です。うん。54。うん、いいね。3。いいですね。3749。では、では。
すいません、ちょっと切れてしまいました。第2シーズン終了で4週間ぐらい切れてしまいました。まあ、金卓もね、特に進むこともなく、でかい卓も踏むこともなかったんで、まあまあまあ、ごめんなさい。で、ここからやっていくんですけれども、第3シーズンやっていきましょうというところでございます。で、これは、メンタルね、メンタル踏んでおきましょう。はい、明日。はい、そしてここでエクスプロージョンが来ました。しかもディフェンス、そして明日メイム、来ましたね。いいよ。このテンションでいきましょう。はい、とりあえずディフェンス振っていきまーす。で、まぁ、しっかりとね、うん。まぁ、今回は、まぁ、ディフェンス105、パワー104目指していきたいんで、まぁ、足りてほしいよね。ディフェンス105は行きたいよね。行きたいです。はい。そして筋力。おー乾燥。まぁ、パワー100、ん ?100?104 なんで、104にしたいんで、まぁ、まぁ、これはありがたいよね。これはありがたいと思います。では、これで行こうかな。はい、では、ドリンク飲んでいきますね。はい、アシトがいい動きしてますね。うん、メイムが全くコツくれませんが、アシトがしっかりとコツくれてる。助かります。メイムの方が踏んでる感じするんだよね。そして回復。ありがとう。おっと、回復くれない。ムードでした。残念です。で、エクスプロージョン、メンタル。お、いいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。回復欲しかった。しかも精神も結構入ってる。じゃあもうこれ、スタミナ100狙ってもいいのかな?ちゃんと来てくれるパターンなのかな?じゃあスタミナ上げましょうか。フィジカルじゃないな。はい、スタミナ上げときまーす。100にしときまーす。ではこれでいきましょう。で、メンタル練習いきますねと。まあ、あと大号令、鉄人も入ってほしいな。大号令、鉄人。そして、いいぐらいか。精神使うね。そして、テクニック。テクニック勝負か。テクニック勝負はちょっと嫌だな。ちょっと嫌な勝負が来てますね。はい、では。まあ、メイムとアシトで押しましょう。もう押すしかないんだ。ここは、人数効果で押していきます。いきましょう。はい、卓球。まあ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 、53ね。まあ、これは仕方ないね。はい、ではやっていきます。6、2、4。はい、残念。で、コツ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 、メッシ、違う。お、アシト。ほんとアシト来てくれてますね。助かる。アシトが来てくれるのは助かる。はい、そしてアシト、いいぐらい成功してくれよ。やめろ。やめろ。はい、OK。いいですね。ナイス。で、アシトに裏切られた。アシトに裏切られました。そしてこのメイムのコツはやめときます。メイムのコツはやめといた方がいい。多分ね、体力が足らなくなってくる、これ。踏んじゃうと。今、ドリンク150か150なんで、うん。ちょっとここはデートで回復。うおっと、回復もったいない。あ、ミスったな。まあ、いっか、しょうがない。で、待て、うっす。で、鉄人もらえない。もらえない。ああ、まあ、さっき踏んでたテクニックか。テクニックは別にいらないや。はい、メイム。さあ、でかいの。でかいの来てください。で、これは根性のコツもらっときまーす。さあ、ディフェンス、オフェンス、フィジカル。残念。まあ、これは、体力、まあ 10% ですが、これをこのまま勝負します。まあ、体力回復せずに成功したら嬉しいかなって感じですね。うん。これで行きましょう。で、まあ、鉄壁ブレイブタックルね、ここで押さえといて、まあ、パワーが結構上がってますね。はい。まあ、パワー104はいけるでしょう。はい、そしてメイムね。はい、オッケー。で、小森回復。では、第3シーズン2試合目。うわー、これ完全勝利は無理だな。無理ですね。まあ、デート行ったからある程度いい線は行くんだろうなとは思うんですけども、これどっちとどっち戦わせる?メイ、アシト、そうだな。アシト吹くの方がいいのか。いや、違う。アシト、微妙だな。両方とも成長は無理なのか。両方とも成長は無理なのか。そして自分はスタミナ100だもんな。はい、ではこれでいきます。いけ。うわー、惜しい。もうちょい、もうちょい、109稼げたのはありがたいけど、もうちょいでしたね。もうちょいで1、完全勝利できました。はい、4、2。はい、では、1万稼げてます。1万稼げてて、センス丸。うん。さあ、まだいけるぞ。まだまだ参るぞ。さあ、行きましょう。で、ここで何?うわっ!ディフェンス来てる!ナイス!ここはさすがに回復していきます。ディフェンスなら回復していきます。はい、そして、ディフェンス踏んでいきましょう。はい。で、ちょっと筋力振っていかないといけないです。おっと、ごめんなさい。筋力溢れちゃいましたね。そこのコツまで予想しなかった。
はい、そして、まあ、この辺取ってもいいんだけどね。テクか。テクか。まあまあ、ありがたいね。技術稼げてなかったので、このテクはありがたい。しかも、残り敏捷も欲しいしね。はい。で、ディフェンスもそこそこ触れてますね。オッケーオッケー。いいよ。じゃあ、これテクいっといてコツもらいます。で、次は、スピード？スピードあたりが来てほしいな。はい、来た、スピード。オッケー。いいよ。で、これでディフェンス105だもんな。オッケーオッケー。稼げてる、稼げてる。で、筋力もまあそこそこ稼げてる。いいね。で、ドリンク飲んでいきます。はい、では、行きましょう。うん、いいね、MM。次は、メンタル。メンタルかテクニック。あ、でも、オフェンスでもいいな。オフェンスでもいいよ。で、メイマスとか一緒に行ってくれると嬉しい。あー、フィジカル。フィジカル。フィジカルか。これはちょっといけねえな。これはさすがにもう、筋力は多分このなりで稼げるはずなんですよ。稼げるはずなので、これはフィジカル行きません。フィジカル行かずに行きます。そして、ここでデーマーもう1位なんだけど、ちょっともうちょっとポイント欲しいなと思うのと、あと回復。まあ、休むしてもね、デートしても45なんで、デートは。5しか変わらないんで、まあ、寝れないパターンを考えると、うん、そうだな。デート行っておきます。で、公園。まあ、どうせ全回復だしね。はい、オッケー。で、フィジカルテクニック。まあ、これはメイマストですね。もう、これはもう完全に、うん、勝負するしかない。押すしかない。はい、行きましょう。はい、まあ、いいです。43。あ、でも、デート行かなかったらちょっと危なかったのか。はい、まあ、いいです。はい、ぶっちぎりね。はい、ゲット。いいですね。で、あとは、エアマスターと、騎士改正もらっていくっていう形かな。はい、もらっていきましょう。エアマスター。はい、行きまーす。はい、そして、で、これはメイム行きますね。で、メイム、でかいの、でかいの、でかいの、ディフェンス、ディフェン、あ、オフェンス、オフェンスだ、オフェンス、オフェンス来い。スピード、まあ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 、まだスピードも必要。オッケーオッケー。まあ、スピード、必要だね。スピードがまだ上がってないから、オッケーです。で、次何来る？はい。そして、ラブパが入りました。体力の消費が減るの結構ありがたいですね。そして、テクニックか。まあ、いいでしょう。テクニックなら OK。まあ、技術、まだまだ欲しいしね。オフェンスはまあ、C で行くとしたとしても、まだ技術は欲しい。うん。じゃあ、ドリンク飲んでいきまーす。はい。では、テクニック行きましょう。ちょっとコツがないのは残念ですが、次ね、メイン回すとどっちかがコツ持ってきてメンタルに来よう。お、来た！ラッキー！いいね。いいよ。で、そのまま、次、メンタル。わあ、テクニックか。しかも、コツなしか。まあまあまあ、技術だいぶ稼げたということで、まあ、言っちゃいいんだけどな。もう、テクじゃない感じ。まあでも、テク踏まないといけないんだよな。まだ欲しいからね。はい、では、テクいきまーす。ちょっと待てよ。次、コツがないの。で、このままラブパが続いてほしい。ラブパが続いてほしい。はい、サクッとピンちゃんいきます。で、オフェンス上げる？ラブパが続いてくれば体力の消費も減るから、まあ、このまま続いてくれればなんとか持つのか。で、まあ、振るだけ振っときます。まあ、技術ね、稼げたんで、まあ、それ以外に影響しなさそうなものを振っていこう。はい。まあ、こんなもんでよかろうか。はい、では。これで行きたいと思います。行きましょう。はい、すいません。これしっかりと前半の後半にしないといけなかったパターンですよね。申し訳ない。13点ずつぐらい減りましたね。経験点が。で、ここで起死回生取っておきます。さあ、最後。まずコツ。オッケー、メイムのコツ来てます。てか、テクニックに来すぎなんだよな、メイムの足と。うん、ちょっとやめてくれ。で、テク。これね、体力確かないんですよ。回復ないので、これメンタル練習行きましょう。メンタル練習いいです。これはもうメンタルでいいと思う。足と踏んで、次、狙うっていう形の方がいい。もう、メイムなんて言ったらない。技術はあるし。はい。足と、さあ、サッカーの、そして、いいよ、サッカーのもありがたい。そして、マジか。まあ、精神稼げるからこっちでもいいか。行っときましょう。うん。もうこれでもう完全に筋力技術は余ったね。多分。
余る方向だね。はい。あ、でも筋力はまだ使えるとこはあるけど、結局それと同じ敏捷が必要だからね。で、空中戦はワンチャンまだもらえるんで、押さえときます。イーグルアイか。イーグルアイはちょっとしんどいな。でもまあちょっとオフェンスエースまでしたいな。技術余ってるし、技術筋力余ってるし。まあ、そしてこれはメンタルでいいでしょう。メンタルいってきまーす。はい、オッケーね。精神必要ね。で、メンタルいってきまーす。そうだね。メンタルだね。はい、マテウス何くれる？はい、パス。パスはちょっと違うな。パスは違ったな。それなら筋力精神が欲しかったな。はい、能力上げていきましょうかと、いきまーす。はい、1-0、オッケー、満点ですね。はい、そして、ここでしっかりと、コツが欲しい。うわぁ、メッシか、メッシのコツか。アストのコツが欲しいんだわなぁ。ナゴか、アストが欲しかった。危機察知か、バリ、危機察知か、空中戦か。うん、欲しかったですね。まあ、いいぐらい。まあ、仕方ない。いいぐらいはいいよ。まあ、取るけど、最終的に取るけど、まあまあ、今じゃない。コーチングか。コーチング取りたい。でも待てよ。コーチング取っちゃうとさすがに精神足らなくね？イーグルアイの精神が足らなくなりそう。コーチングやめとくか。で、まあ司令塔もちょっとやめといて。まあ技術ちょっと履かないといけないんだな。まあこの辺取っとこう。このパスカも取るか。まあこれぐらいならば多分、足りるとは思うので、とりあえず、サッカーの、違うな。はい、これでいきたいと思います。はい、そして、これは、メッシ。あ、名護の方がいいわ。名護行きまーす。はい、では、行きましょう。はい、1-0、OK ですね。OK です。満点取りました。245。はい、OK。で、ここで、小森が終わって、経験点2万点ちょい。今1000点いってるかな？いってたら USS 硬いんだけどな。はい。2987。はい、振ってまいりました。技術が少し余りましたね。うん、多分これは USS いけたと思う。初 USS いけた。センターバックの初 USS 来ましたね、多分。はい、ありがとうございます。羽入りました。はい、USS。うん、メモリ3と。いうことで、なんとか USS 同点は解消されましたということでございます。まあこれでね、あと自分のスタメンもセンターバック1人とゴールキーパー1人。まあこれを残して、うん、全員 USS になってきました。さあ、もっと上目指して頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。